はいどうも、チェほんント。つばきです。はい、今回なんですけれども、<laughs> 大変皆さんお待たせいたしました。エクスペリア5マーク4。はあ、また買っちゃったー。というわけでですね。やりましたね、はい。やりましたね。はい、今回はなんとですね、<laughs> ドコモ版の限定色、ブルー、買っておきました。<laughs> えー、この間さ、はい、白を借りたじゃん、はい。そうですね。まあでもちょっと薄く感じてたよね。<laughs> <laughs> 正直正直どうだった正直正直どうでしたやるんだとは思ってたけどダメですか、はい、まあちょっと進まないんでね先ちょっと行きたいんですけれども最悪であの今回はね XPR5M4 の限定色ブルーの開封とあの前回ね先行レビューで XPR5M4 レビューしたんですけれどもはい、はい、ちょっとね、あのーまあ、伝えれなかった部分だったりとか、まあ、あれからちょっと使って感じたこともあったりするので<ー>その点においてあ、ね、はい、あのー、動画でねご紹介して エクスペリア5マーク4をどうしても保護したいということで、まあ、僕、事前に、ね、<ん>あのセットで買っておきました <laughs> あの保護フィルムと、えー、ケース、ねまあ、おすすめケースとフィルムをご紹介していこうかな<ー>と思っております。で ま、定番っちゃ定番ですね。はい。ね、なので、あの、最後までぜひ、あの、一緒にお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、行ってみましょう。開けるんですね、もう。<laughs> はい、開けていきますよ。まだまだ、はいはいはい。<ー>ちょパッケージ見て、パッケージ見て。<laughs> もっとあの、今回はドコモ版なので、左上にね、ドコモロゴと、あとは、ま、正面にエクスペル5マーク4ですね。はい。なんかちょっとキラ,、ね、キ,ラキラだね。キラキラいいですね。はい。はい。<laughs> <laughs> あれ はいオープンはい、えー、こちらがはい<ん>まあまだ見えませんねまだ見えない、ね、<laughs> はいじゃあ一旦ちょっと本体を置いておきまして置いといて,おいて、はい、もうこれ本体になりますので一旦ちょっとはいはあ、いはい、横から見る感じたまらんなはい、はい <laughs> はい、えー、とで付属品についてはクイックスタートガイドだけですねですね、はい 非常にシンプル,シンプルですはいあの <laughs> 付属品はさやっぱりちょっともうちょっと入れてもらってもいいかもしれないですねなのでなんか寂しい感じさしい感じますねだから AC アダプターだったりとか充電ケーブルとかフィルム、えー、ケースなんかは付属しませんので、うん、必要な方は必ず、えー、事前に準備しておきましょう、えー、僕のように必ず事前に、えー、準備しておくのがおすすめですはいねご相談しながらの方がいいかもしれないですねはいで、えー、じゃあですね早速 本体見ていきましょうかね。はい、じゃ、ペリペリは僕がやらせていただいても。はい、じゃあ、ペリペリします。はい。<笑><笑>絶対譲らないで。そ、はい、こ,こは絶対、<リ>ああ、そうだね。今感動する場面なので、ちょっと待ってください。はい。電源つけます。<laughs> さあっと流れてくるんよねこ。ここがさ、あの、ガジェッターとしてはさ、まあ、いちスマホ好きとは知ってはさ、えー、ここがね、まあ、勝負どころではあるよ。 やっぱり。納得してればね、うん、また違うかもしれないですけど。<laughs> 今回についてはあったんじゃないかなと。も回私は諦めてないですからね、はいあ。そういうことです。そういうこと <laughs> はい。もう当然のように買っておきました。はい。 はいホーム画面にやってまいりましたどうでしょうか非常に綺麗ですね <laughs>、えー、とても綺麗ですねやっぱりあのディスプレイは本当に綺麗だよねそれは綺麗です、ね、綺麗ですねはいあのまあ前回ねあのじっくり、えー、レビューはしてるのであれなんですけれどもディスプレイサイズ6.1インチの UQL ディスプレイリフレッシュレートは最大120ヘルツ程となっておりますはいあの数日使っていてねあの気づいたのはやっぱりあの画面明るいですね違うって感じるやっぱり違うねより明るくなってると思うので本当特にあので 出先で使いやすくなったなって思いますね。うーん はいまあ、そこはだから今回大きく変わったポイントでエクスペリアのいいところって上下が黒ベゼルであのノッチとかを採用してないんですよねボコってなってないってこと、ね、そう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 あのなんかさ画面上にパンチホールができててさ動画とかを拡大するとそこがちょっと邪魔になったりとかそういうのがないので、まあ、そういったところはやっぱエクスペリアのいいところだなって思いますね最近本当にあにベゼル上下しっかり残したものって少なくなってきてるんですよね大体パンチホールか、まあ、あの水滴 のど,どっちかになってきてるのであまあ,さあそう考えるとやっぱ貴重な存在だなって思いますはいまあこういったところはね好きな人は是非チェックしてみてくださいで今回ディスプレイはあのフラットになってるんですけれども 2.5D ガラス採用しておりますので縁のとこが気持ち緩やかにラウンドしてる感じになってますエクスペリア1マーク4だと完全にフラットなのでそこがちょっと違いになってるので注意してください じゃあ、ちょっと背面だけ先にちょっと見させていただいても <laughs> よろしいですかあの、実はまあね、見てはいるんだけど、おぉおぉあ、でも、 なんか思ったよよりシックな色なな色んんだね、はい、そうなんですよ実はですねあのえ前々回ぐらいかな実機をさタッチアンのトライ行った時に大人っぽい感じだよっていうのを伝え忘れてしまってあ、そう,だよ <laughs> そう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  <laughs> 結構今回落ち着いた感じ渋めの感じに仕上がってるのでほんと上品な感じなんですよね。ねだいぶ大人っぽいよね,ねたまらんでしょう。この なんだね、5シリーズなのにこの高級感が生まれてるのはやっぱりね僕いいなって思ってて。 あ,あブルーいいなあ <laughs> <laughs> でもちろんまあ背面はね、あのー、怖いね怖い確かにね怖いねいつも隣で怖い、えー、<laughs> で今回フロストガラス採用しておりましてマットでさらさらとした、うん、サービスになってます、あ、比較的ね指紋もつきにくくなってますでカラーについては一応全部で国内は5色展開となっておりましてブラックエクリュホワイトグリーンブルーパープルこの5色となってますでブルーとパープルを選べるのはどこもオンラインショップ限定となっておりますので でね今回あの買うにあたりましてあの価格実はすごい僕悩んだんですよねそういえば、はい、楽天モバイルが安いんじゃなかった、はい、<laughs> その通りでございますはい、えー。椿さんその通りでございますなぜドコモなの実はです、ね、<laughs> 楽天モバイルが一番安くて119,900円税込みだ たんですけど、えー、ドコモでねどうしてもブルーが欲しかったので今回十三万七千二百八十円<ん> <laughs> はい、えー、税込みで買わせていただきましたういうはい。定価購入でございます。一切割引聞かせておりませんはい。<laughs> <laughs> わけわからないからね、はい <laughs>。今回四キャリアね全部でドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルで出てるんですけれども三番目に安いところで買っておりますので。三番目い,、はい。まあいいところで買えたんじゃないかなと。上から二番目ってこと？はい、いやだからそうだね高い順でいうとに。 番目 <laughs> <laughs> 衝撃だったのはやっぱりあのね発売日当日から実質23円とかが、まあ、某キャリアさんでねやられてたとかねそういうなんか話聞いてね衝撃を受けたんですけれども、えー、私は定価購入しております。はい これは後で相談からあれですね。後で相談かなこれ,れ, <laughs> なこれ <laughs> やっちまったかやっちまったかっこれさ正直にこのブルーの感想言っていい、はい、あどうぞどうぞ私白の方が好きかもしれない <laughs> そう言うと思ってましたはいこちらですねえー、っとこちらがお借りしているはい白ですね白の方が可愛くないですか <laughs> <laughs> あれあれあれ いやまあこれはね、好みですからね,、うん、ねまあ僕はあブルーがいいなと思ったんですけどでも思ったよりも <laughs>、思ったよりも白も確かに、はい、なんかね、はい、ちょっとした反射のキラキラ感みたいなの白の方が楽しめるかなって思ったんだよね非常に悔しい思いですえへ <laughs>、はい、いやでもかっこよくないこのブルーかっこいいけど、はい、思ってたよりも、あのー、あ響いてらっしゃらないそ好みとしては白かな っていういやかっこいいけどねチーフォンさん好みですか、はい、いやとてもたまんないですね今回でもね色ねすごい迷ったんですよねパープルにしようかブラックにしようかエクリホワイトにしようかブルーにしようかみたいな <laughs> 全部迷っていやでもグリーンはちょっと欲しかったけどグリーンは一旦考えずに置こうと思ってたんですよそう,そう <laughs> 意味わかんないね意味わかんない <laughs> はい、あー、はい、いいねでもねはい、まあこれはねいいよ はい、はい、ああ非常に、はい、で左上にねトリプルカメラ搭載で上からフェリカマーク、えー、ソニーロゴドコモロゴエクスペリアドコモロゴねはいええですはいこんな感じになっておりますまあこの辺はね好みもありますしそうですねはいまあ僕は気に入っておりますでちなみにフレームについては、えー、こんな感じになっておりまして、まあ、ブルーでねしっかり統一されております、えー、上から 音量ボタン、電源ボタン一体型の指紋認証センサー。今回、Google アシスタントキーがね、配置されていて、その下はシャッターボタンとなっております。Google アシスタントキーね、やっぱね、あの、長く使えば使うほど分かってくるんですけど、やっぱりない方がすげえいい <laughs>、うん。やっぱりない方がいい。<laughs> うん。はい。よかったですね、はい、<で>あ。あとは、あの、今回、指紋認証センサーなんですけれども、あの、押し込み式ね、指紋認証に対応しましたので、それもすごいいい。だいぶね、誤作動しなくなったので、まあ、あ、うん、本当にそれね、あの、いい仕様になったなって思う。気に入ってるね。あ、すごく気に入ってますね。 ぜひね、皆さんも試してみてください白は白のボタンなんだねあ、そうですねブルーはブラックなんだねそういえばね、確かに色違うんだねね、知らなかったね確かに確かにあ、でも確かにそうだな実験見た時に確かうん、違ったな <laughs> <laughs> 今思い出した他のカラーもね確かね黒が多かった気がするでカムについては、えー、タイプ C コネクタマイク SIM スロットが搭載されております、えー、キャリアモデルも今回はね e i m とシングル SIM のデュアル SIM に対応してます引き続き、えー、マイクロ SD カードなんかも利用できるのでここが XP a のいいところですじゃ続いて左側なんですけれども左側側面には特に何もありません非常に綺麗なブルーですね側面綺麗だねとても綺麗ですねはいじゃあ最後上部なんですけれどもイヤホンジャックとマイクが 搭載されております。イヤホンジャックもいいよね。やっぱりね。あるといいよね。<laughs> ね、やっないとさ、<laughs> <お>なんかその。いや、いや、いや、あるとやっぱいいよね。はい。最近、あの、本当に廃止されているね。はい、ハイエンドも結構多いんですけれども。引き続き、イヤホンジャック搭載されております。はい、はい。という感じで、非常に綺麗なブルーということですね。はい、あの、椿さんは、えー、ホワイトのが好きみたいなので。まあ、やっぱ、結構好みがあるかもしれないですね。ねうん、なんでね。あの、本当に自分が好きなカラーを選んで。 やっぱり実機見た方がいいですね。あ、そうだね。うん、実機じゃないとわからないところもあり,そうだ、ね、ありますよね。まあ、あのー、どうもね、あの限定カラーのブルーとパープルについて、置いてないところも多いみたいなんですよね。あそうなんだね。そうなんですよ。まあ、限定で、あのオンラインショップ限定だったりするので、それの影響っぽいんですけど。どね、はい、そこだけちょっと注意してください。 それでは続いてスペックをちょっとチェックしていきたいんですけれどもエクスペリア5マーク4は CPU にスナップドラゴン 8Gen1 を搭載してます、うん、はい8プラス Gen1 ではないのでちょっと注意してください、えー、メモリ 8GB ストレージは 128GB でマイクロ S にも、えー、対応しております、えーいいね、個人的にはねストレージがねまあ256だと一番ありがたかったんですけどまあしょうがないですねちょ,ちょっと気持ち最近少ないなって感じるようになって ってることが結構多いのででも SD あるからでもさ最近あの僕もゲームをねちょこちょこするようになって最近のゲームってさ無駄により多いのよ、ね、あそう原子の中でもう10ギガバイト超えてるからねあまあでも、はい、重そうだもんねそうそうそういうのがあったりするとまあね、まあ、ストレージはもうちょっと増やしてもいいんじゃないかなっていうのが正直なところですねはい、はい、まああの <laughs>、はいまあ、置いておきましょうで防水防子 IP68 対応でおさゆ携帯にも対応しております で今回動作についてなんですけれども、えー、数日じっくりさらに、ね、使ってみて思うのは、うん、ゲーム時はややっっぱり発熱しやすすいいかなって思いますねあこれについてはしょうがない部分もある特にあの僕なんか原神をさ、はい、あの負荷がかかるゲームをやるので、はいえー、30分ぐらいするとやっぱり本体はだいぶ熱くなって。 でまああの発熱は起こるかなっていう感じがあります、うん、で動作についてはやっぱ多少格付きだったりとか重さを感じる時がありますまあ特に最近ちょっと僕も新エリアを、えー、やってる関係でそこって重いのよね <laughs> ちょっとねあそはいだそれもあってかまあ多少やっぱ重さもエリアによって違うね多少ねやっぱあったりするんですけどまあちょっと重さを感じるかなっていうところがありますまあねでも普通に遊ぶ分には僕ぐらいだったら問題ないかなって感じ、うん、はいですねなんで正直そこまで 気にななっててい感じがしてます<ら>で前回の先行レビューの時に動画視聴時に発熱するよっていうお話をしてたと思うんですけどあれをね何回もちょっと試してるんですけど僕が最初に試した時の発熱が同じように再現が最近できなくてだいぶそう良くなった感じがします。なので、まあ、もちろんほんのりは温かくはなるんだけどなんかその暑いって感じるほどにはならなくなってきてるのでやっぱり最適化が進むことでん<ー>だんだん、ね、馴染んできてる感じがあります。でちなみに僕 僕がの利用した限りではネット検索やツイッターなどを1時間連続で、ねえー、利用してみて、うんえー、約、ね、平均温度が33度から37度ぐらいと言われてもちょっと難しいですよね <laughs> のであの手でほんのり温、えー、かいって感じるぐらい。 あったかいなって感じるぐらいの温度がその温度ぐらいだと思うんですけどじゃそれは通常はそれくらいでまあ他のスマートフォンよりもちょっとあったかいかなぐらいな感じですねうんそうなんだね、はい、そうなんですよねなので、まあ、あのやっぱりエクスペリアシリーズらしい発熱というかで従来モデル比で言うと <laughs> まあ正直大きな改善はないかなって感じですね<ー>、うんまあ、多少はしになってるかもしれないけど、まあ、正直劇的に なんか発熱が抑えられてるとか <laughs> まあ正直なかったかなって思いますけ、ねうん、そこの結論的には前回と変わら,ず変わらない今のところは、うん、まあもしちょっとこれからねさらに最適化が進んで、まあ、変わってきたらまたご報告させてもらいたいなと、えー、思っています、うん、でも YouTube 熱くなるって言ってたからそこ心配してた人もいると思うし、うん、よかったねそうだね、うん、今のところはただねあのコメントでね「あの僕も同じように発熱します」っていうコメントもいてられてたので<ー>まあもしかしたらその動画によって でままそこはねちょっとと注意が必要かなと思いますで前回の動画だとバッテリーのね検証がまあ全てちょっと終わってないよというお話をしてたと思うんですけれども<あっ> <laughs>、ね、1>, 1から改めてじっくりちょっと検証してみました<ー>はい <laughs> 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 さようで,そうですねあの1からねやり直してみたんですけれども、はいえー、僕が、えー、結論として先にお伝えしておきたいのはバッテリー持ちはエクスペリア5マーク4いですあれいい、e いいになた,、はい、ただとても良いまではいかない、ね、かなと思いますねでも前も 5M3 も良いだったんいですね、うん、なので 5M3 から考えるとえどう程度かちょっといいかお<う>、はい、わずかに多分良くなってると思うんですけどうん、うん、なんかね事前情報で聞いてた時はもっとなんかねあのかなりバッテリー持ちが良くなってるみたいな情報を頂い,いてたのでちょっと期待してはいたんですけれども検証結果からいくとそこまででは ないかなと、はい、思いました、うん、で試した結果はこんな感じで今出てると思うんですけれども、まあ、ネット検索だったりとかツイッター動画鑑賞ゲームなどを、ね、あのじっくり 1> 1 <日 S 2>、えー、細かく、はいかね、計測、はい、使ってみました <laughs>、うんえー、5シリーズとしてはやっぱり相変わらず持ちがいいなっていう感じで僕の使い方ならまあ1日は十分使えるかなっていう感じがしてますなのでねおそらく普通のライトユーザーの方であれば、まあ、あの1日は安心して使っていただけると思いますで注意すべ はゲームをかなりヘビーに長時間やる方まあちょっと注意が必要かなと思いましたね。それは減りやすいんだっけまあというのも、えー、とさっきあの発熱ゲーム時発熱するよ っていう話をしたと思うんですけど、ゲーム時のその発熱、発熱が起こるとやっぱりどうしてもヘリは早くなる。ので、そ,かそ,かそれが長時間続くと、まあ本体的にはやっぱり良くないっていう感じになるので、まあ、そこはちょっと注意が必要かなと思いました。はい。なのでバッテリー持ちとしては、まあ全体としては僕はいいなと思ってはいるんですけど、劇的に、えー、進化してる感じはなかったです。うん、はい。はい 何をやってるんだと、ね。いうところですね。はい。<laughs> まあ、あの、そんな感じになっております。ぜひね、はい、参考にしてみてください。えー、それ以外のね、カメラの性能だったりとか、指紋認証の精度、あとはスピーカーなんかはね、前回の選考レベルでじっくりやっておりますので、うん、動画概要欄に貼っておきます。そちらからぜひチェックしてみてください。じゃあ、ここからはですね、あの、私、早く保護したいと <laughs>、えー、いう、ね、あの、気ちが今、全面に、いはい、出ておりまして、はいえー、今回購入したアクセサリーは2つ、えー、ミヤビックスのいつもの、えー、 <laughs> そうだね、もうこれしか見ねえじゃねえかと、ね、あ言われそうな気がしてきますが <laughs>、はいえ、ミアビックスの QH、えーあのー、ガラスフィルム同等の強度があるっていう、えー、ペットフィルムになっております、うん、それを買っております。で、あと、あのー、ケース、見てください、これ。 純正じゃない？大正解でございます。なんとですね、<laughs> こちらあのドコモオンラインショップ限定で販売されている純正ケース。い実は今回ブルーとパープルについては、えー、公式ストアにももう売ってないんですよね。ドコモオンラインショップでしか買えないケースです。限定色だから。限定色はい。はいえー、買っておきました。はい、<laughs> 買っておきましたじゃないの、ね <laughs> ねえー？あの予約開始時まあすぐ売れちゃって。 一時期買えなかったんですよね今ちょっと在庫があるかどうかは分かんないんですけど大人気だったはいでも買えてよかったなとじゃあブルーが人気なのかなえ一応ドコモの中の人に聞いた時はホワイトが一応人気カラーでただ限定色も人気だよと言われてたのでまあそれの結果がちゃんと出てるのかなという感じですねじゃあまず保護フィルムから先にちょっと画面だけ先に保護させていただきたいというところで許してないですよそれはまたちょっと後ほどね詳しくやっていきましょうかね はいえー、その辺でいはですね検証結果が必要ですからね、はい、じゃあ、えー、貼っていきたいと思います、はいえー、こちらが、えー、今回貼るペットフィルムになっておりますじゃあ、えー、貼った後にジャンプしたいと思いますはい、はい、いきますよ <laughs> せーの「は」 はい。というわけで、晴れました。はい、はい。えー、やっぱりですね、最近私、あの、貼るのが苦手でして。そうほんとね、埃がね、ね 1>, 1個か2個必ず入っちゃうんですよね。あの、ペットフィルムのいいところは、あの、テープとかでね、あの、はい、除去ができるので、後ほどちょっとじっくり、除去したいと思ってます。はい、はい。あの、<laughs> 細かいですかね <laughs>。はい,い,い、ねえ。こんな感じで、えー、ペットフィルムならね、非常に透明度もあの高めになっております、えー。画面の綺麗さそのまま活かせますし、タッチ感度もね、まあ十分いい感じになってるんじゃないかと思います。はい。こんな感じですね。僕はね、もうこれしか貼ってないですね、最近。 軽いしね。そうああ、いいところ行ってきました。はい。実は、<laughs> <何>あの、ガラスフィルムより、ペットフィルムの方が軽いんですよね。ほんと、数グラムの差ではあるんですけど、やっぱり軽さ、重視なら、僕はペットフィルムの方がいいと思うしえ、ガラスフィルムだとね、物によっては結構ガラスがね、目立っちゃうので、それも嫌なんですよね。ペットフィルムだと、こう貼ってもさ、あんまり気にならないですよね。 貼ってる感じがないというか。高さ的には確かにそんなに出ないですよね。うん、なので、そういうのもあってね、僕はペットフィルムを選んでいつも買っております。ぜひね、はい、皆さんも一度チェックしてみてください。<laughs> えー、詳細ね、あの、概要欄に貼っておきます。そしてね、大注目商品、えー、ご紹介していきたいと思います。<laughs> こちらでございます。はい。通販なのはい、通販でございますね。はい。えー、はい、ちなみにお値段なんですけれども、<お>こちらお値段は3830円。安く感じません はい。じゃあ見ていきましょうかね。<laughs> はい。えー、こちらですね。開封していきます。お<ー>うひょー。<laughs> 青ですよ、皆さん。いいですか青ですよ。あー、これは。これね。やっぱり、あの、本体のカラーにどうしても合わせたかったのね。なんか、毎回言ってない,い毎回言ってるな。<laughs> はい。こんな感じです。えー、結構ね、純正ケースは、肌触りサラサラしてる感じですね。 あ、あでもザラザラ感も感るねうーんなかなかいい感じになってますちょっとじゃあ一回つけてみてまたはいこんな感じですねあ横が空いてるタイプのやつね、はい、あの純正ケースって僕ね昔は絶対に嫌だったんですよ絶対に嫌だったっていうかはい この間まで嫌だって言って理由があのサイドがねしっかりがっつり開いてしまうからえ傷がつきやすいっていうことですごく嫌だったんですけど、ねね、やめたらいいのにい,やでいざこの純正ケースを使ってみたら <laughs> めちゃくちゃゃく使いやすかったのよ横幅がだから横に何もない分もう本当にフィット感はなんかその。 ここが太くならないんですね。そう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 。もう本当にケースつけてないような感じで使えるし、<ー>でも背面はちゃんと保護されていて、で、あの、なんか持ちやすさもグリップ感増すんですよね。うん、そのケースをつけることで。ああ、なるほどね。はい。だからね、もうね、これ以外ダメになってしまった。 <laughs> はい、それぐらいやっぱ純正ケースってちゃんとよく考えられてるなって思ういですよね。でしょでしょ、うん、なんかこれ、ね、使ってみないと分かんないのはあるなって思ったんですよね。だから、うん、そうかとてもだから僕はおすすめしてます。で <laughs>、えー、ちなみになんですけれども背面にですねスタンドもちゃんとついておりましてはい、はい、このスタンドもね,ねまたねあの便利であの動画視聴をするときにこう立てるそうそうなんです。 で、<laughs> エクスペリアのケースって、あの、実はサードパーティー製のケースってあんまりないんですよね。あ、そうなのそうなんですよ。で、スタンド付きのこういうケースってマジでなくって、だからこの純正ケースって結構貴重なんですよね、スタンド付きのケースって、はい。なので、まあそういうのも考えると、やっぱこれ以外ちょっとダメかなって思って今回買ってます。<laughs> はい。いや、たまらんでしょ、この一体感。ほら。このケースと、ブルーのね、 体感ですよ。ほら。ただ純正が好きなだけじゃないんですか?。<laughs> 違います。はい。あの、ちゃんとね、好きなだけなな。ち <laughs> ゃんとね、カメラ部分も、あの、保護されておりますし。<laughs> ええー、株もね、こんな感じで。え、イヤホンジャックも、もちろんそのまま使えます。はい。 えー、というわけで、ここまで、エクスペリア5マーク4。はぁ、また買っちゃったということで、えー、海レビューをお届けしてきました。えー、ドコモ版限定色えー、ブルーでした。いかがだったでしょうかえー、先行レビューの時にね、ちょっとお伝えできなかったバッテリー持ちなんか、やっぱり試してみると、やっぱり5シリーズってバッテリー持ちいいなって思いますね。うん、あのー、明らかに1シリーズよりもやっぱり持ちがいいので、まあ、その辺求めてる人にとっては、やっぱり魅力的な機種になってるのかなって思います。で、発熱については、まあ、前回からそれほど、ま、感想は 変わっておらずですねうん、うん、やっぱりあの、ね、そこそこの発熱はあるエクスペリアシリーズの弱点はやっぱ発熱耐性かなとういうところはありますねまあただそこをどこまで気にするかなんですよね実際僕も暑すぎて使えないってことではないので、まあ、あの正直使っていく分にはあまり困らないんですよねなので、えー、どこまで気にしているのかその辺りを考えつつ選んでいくのも大事かなって思いましたこれからねちょっとまあさらにじっくりちょっと使っていきまして、まあ、あの1か月ぐらい経ったら また使用感レビューなんかもね、えー、お届けしようと、えー、使用感レビューがね今ちょっと渋滞しましてワンマックホーとかもちょっと使用感レビューしたいんですけどなかなかねちょっとまだ、ね、タイミング合わず、えー、できていないのでその辺も含めまたね後日ちょっとしっかり動画出していきたいなと、えー、思っておりますはい、はいえー、今のところはですね私大満足ですはい <laughs> <laughs> いつも満足って言ってる気がするなはいあのー、ね <laughs> 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 来ますね来ますね <laughs> はい わけで、ね、引き続きあのこれからもエクスペリアシリーズの最新情報だったりとかレビューもお届けしていきますのでぜひねチャンネル登録して待っていてください、はいえー、この動画が終わるのが本当に怖いですが <laughs>、えー、次回動画でまたお会いしたいと思います最後までご視聴いただき誠にありがとうございました,ましたでは次回動画で、えー、お会いしましょうじゃあねー